新日赤ビルディングは東京都千代田区丸の内三丁目に所在するオフィスビルである。丸の内三丁目の東京都庁舎に隣接したこの地には1922年春工の日赤ビルディングがあり、1962年8月に日新橋の日赤本館に移転するまで日本石油が本社を置いていた。1963年頃には地権者である三菱地所により、 周辺のビルと一括で建て替える構想があったが、建物所有者である日本石油との交渉がまとまらず、本区画を除いた L 字型の部分に、1967年に新国際ビルジングが竣工した。日本石油本社の移転後は、同社市会社の日石不動産により貸しビルとして運営されてきたが、建物の老朽化が進み、1978年12月には、 土地の賃貸借契約が満了することから建物の改築が計画された。三菱自所と日本石油との間で一定の比率で借地権と底地との交換が行われ、敷地を分割して両社がそれぞれ土地を所有し、共同で新ビルを建設することとなった。旧ビルは1979年6月より解体され、同年9月より本体工事に着手。 1981年7月に新たな新日赤ビルジングが竣工した。日本石油は2002年から2010年まで新日本石油の社名を使用していたが、直接の建物名の由来ではない。南側と西側の二方向を新国際ビルジングに接する。健康や壁面線は新国際ビルや近接する新東京ビルジングに合わせて統一感を持たせ、 地下駐車場も新国再ビルの既存のものと一体で運営し、道路の混雑対策に配慮した。ありがとうございます。